はい、どうも、生体のズボンの岡野です。今回ですね、タイトルにでもあるように、牛乳は牛を丸々して取っているということをお伝えしていきます。ここにですね、もうわかりやすいようにまとめてます。牛乳シリーズですね、結構人気があってですね、視聴回数も多いんですけれども、今回も牛乳シリーズ改めてやっていきます。で今回は僕たちが飲んでるね、牛乳。これは実は体にあんまり良くないんじゃないのっていうお話をね、過去の動画で何本かしてます。まだ見ていない人はですね、先にそちらの動画から見ておいてください。今回ですね、牛乳がどういう風に作られているのかっていうところも踏まえて、全部ね、真実を暴いていきたいなと思います。もちろんね、誹謗中傷みたいなのもあると思いますけれども、僕が言ってることが 100% ですね、全部間違いなく合ってるのかっていうと、もちろんちゃんとしているね、農家さんとかね、いろいろありますから、それはですね、全部受け止めないようにしてほしいなと思います。まずですね、見ていてほしいのは牛乳なんですけど、どうやってね、取っていくのか、まあ、牛をどうやって育てていくのかっていうところをね、お話していくんですけれども、ここに14ヶ月から16ヶ月、350kg っていうふうに書いてるんですけれども、ここのね、条件を達した、まあ、牛さんですね。要はですね、人工授精させます。普通にね、出産することができないですね。やっぱり牛舎の中にいるので、人工的に授精をして、そして出産をさせます。出産した牛の赤ちゃんですね、出産後3から5日ぐらいで、まあ、初乳ですね。要は牛のね、お母さんのお乳をいただくわけですね。母乳から、ね、免疫力を高めるようになったりとか、そういったことをしていきます。なので、ここは牛さんの赤ちゃんが行うことですね。でその後ですね、まあ、妊娠後2ヶ月は搾乳しないっていうふうに書いてるんですけれども、妊娠したお母さんの牛ですね、お母さんの牛からは牛乳をね、取らないです、2ヶ月間はね。ただ2ヶ月後になったら、要は取っていきますね、牛乳をどん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 搾乳していきます。そして、その後ね、どうなるかというと、これまた人工授精させます。なので、わかりやすく言うと、妊娠してからの2ヶ月間は、お母さんのね、牛から搾乳してないですけれども、それが終わったら、またですね、妊娠させるんですね。そして、どうなるかというと、また、このループですね。なので、めちゃくちゃね、まあ、言い方悪いかもしれないですけれども、牛乳生産マシーンみたいになっちゃうわけですよ。もちろんこれはね、やっぱりこうビジネスでもあるので、やっぱりどれだけね、牛乳をこう、早くサイクル回して売っていくのかっていうところもね、もちろんわからなくもないですね。ただこういった真実もあるよっていうことをですね、この動画を通じて、理解してほしいなと思ってます。なので、妊娠させて、そして牛乳取って、で、また妊娠させて、牛乳取ってっていう、この繰り返しなんですね。これが同じような人間で起きたらどうですかっていうことを考えてほしいんですね。めちゃくちゃ体がもうボロボロになりますから。なので牛の平均寿命ってだいたい20年ぐらいって言われてますけど、これのサイクルをめちゃくちゃ頻繁に繰り返していくと、確かに牛乳はたくさん取れます。ただ牛の寿命がですね、6年7年ぐらいに減ってくるんですね。もう疲れ果ててしまうわけですよ。で僕たちが飲んでいる牛乳ってどういう牛乳なのかっていうと、妊娠中の牛乳を飲んでいるケースが多いですね。これがほとんど大体 75% ぐらいですね。もちろんそれ以外にちゃんとね、めちゃくちゃしっかりしているところは、妊娠してない時の牛乳をですね、販売してたりしますけれども、ほとんどの場合が 75% ぐらいは、牛さんが妊娠中の牛乳を飲んでるってことですね。そうなると、もうホルモンバランスがですね、めちゃくちゃ崩れてしまってる牛さんの牛乳を僕たちは飲んでるっていうことになってきます。そうなるとですね、まあ例えばですけれども、牛乳を飲みすぎて、がんになるっていうこともね、データとしてあったりとか、あとは女性の方であれば、まあ、昔と比べて今の現代の子は生理が来るのが早くなってる、逆に来なくなってるとか、いろんなこうね、弊害が出てきますね。なので理解してほしいのは、こういうことをしているところの方が多いってことです。正直な話、販売されている牛乳の値段っていうのはこういう仕組みでやってるところはやっぱり安いですね。ただめちゃくちゃちゃんとしてるところの牛乳っていうのはやっぱり値段としては高いです。やっぱりそれぐらい手間暇かけて作っているっていうことになってきます。国産が安心だ安全だっていう時代はですね、実はめちゃくちゃ遅いです。今の時代は日本は特にですね、食品添加物がダントツの世界ナンバーワンですね。これに気づいてない人がめちゃくちゃ多いです。だから花粉症だとかね、いろいろあると思います。僕もね、花粉症なんですね。ただこれ実はですね、花粉症じゃないんじゃないのかなっていう意見もあったりします。化学物質のせいなんじゃないのかな、食品添加物のせいなんじゃないのかなっていう説もいろいろ出てます。僕はどっちかっていうと、花粉っていうのはあんまりないと思ってます。化学物質だったり食品添加物、まあ、普段の食生活が悪かったり、僕もですね、正直心当たりがあります。結構肉とかめちゃくちゃ好きなので、やっぱりそういうところから、影響出てるんじゃないのかなっていうふうに考えてます。なのでそれをね、リセットするためにファスティングもね、定期的にやったりします。
まあ、今回ねこういった手順で牛乳っていうのは作られているよっていうところをねお話ししていきました。決して日本だから安心安全っていう概念はね捨ててほしいなと思います。何をもって安心安全なのかってことです。美味しいから安全なのか、綺麗だから安全なのか、一概には言えないですよね。状態がいいものほどめちゃくちゃ保存量だったり添加物使ってたりしますからね。腐らないように保存量とかね添加物をめちゃくちゃ使っているっていうね食品もあったりしますから、そういうところをねこうちょっと気をつけながらやっていってほしいなと思います。なので本当に牛さんはですね牛乳生産マシーンになっちゃってます。そしてその後どうなるかっていうと、やっぱりお肉に変わりますよね。安いお肉として、まあ、売られていたりとかしちゃうわけです。いろいろ調べていただくと出てくると思います。大体20年ぐらいが6、7年ミルク取りすぎになると寿命が縮まるよっていうのも書いてますので、ちゃんと見ていただければなと思います。それですね、今回牛乳シリーズまた終わらせていただきますので、また次回の動画しっかり見てください。それですね、本日も動画終わりに本当にありがとうございます。また次回よろしくお願いします。バイバーイ。皆さんいつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回皆様に4つの無料プレゼントがあります。痛みで悩んでる方やダイエットや美容で悩んでる方はぜひ受け取ってください。すべて無料です。 1.LINE 登録で肩こり腰痛パーフェクトブックをプレゼント。 2. 無料腰痛メルマガ講座登録者限定で自分で治せるストレッチを毎日配信。 3.LINE 登録で3日間で痩せる秘訣をプレゼント。 4. メルマガ登録で脂肪リセットダイエットをプレゼント。この4つがすべて無料でプレゼントです。詳しくは下の概要欄にすべて貼ってますのでご確認ください。この4つのプレゼントを受け取ることで、実際にあなたのお体のお悩み痛みっていうのを自分で治せる、ダイエットや美容で困っている方は自分で痩せる秘訣、綺麗になる秘訣をしっかり学ぶことができます。早めに登録して待っておいてください。それでは今後も応援の方よろしくお願いします。